ダビド・オラテュクンボ・アラバは、オーストリア・ウィーン出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ブンデスリーガ・バイエルン・ミュンヘン所属。オーストリア代表。オーストリアの SV ・アスペルンのユースチームでキャリアをスタートさせ、2002年に FK ・アウストリア・ウィーンに移籍した。2008年、ドイツのバイエルン・ミュンヘンのユースチームに移籍した。2010年1月に、 チームメイトのディエゴコンテント、メイメットエキッチと共にトップチームに昇格した。1月13日にプロ契約を結んだ。2月10日、DFB ポカールの SPVGG グロイター、フィルト戦でベンチ入りし、59分にクリスティアン・デルトの交代でトップチームデビューを飾った。2011年1月3日、TSG1899 ホッフェンハイムに、 レンタル移籍した。2010から2011シーズン終了後、バイエルンに復帰した。2011年12月、ナセル・バラジテやマーティン・ハル・ニックラを抑えて、オーストリア年間最優秀選手に選ばれた。2011から12年は、チャンピオンズリーグ決勝の進出に貢献したが、累積警告で決勝には出場できなかった。2013から14年シーズンからは、 ジョゼップ・グアルリオラが監督になり、サイドバックだけでなく、インサイドハーフとしても起用されるようになった。一試合の中で、守備時は SBE のポジションを取りながら、攻撃時には、中盤の底にポジションを移動して、攻撃の起点となる、偽サイドバックとしての役割は、後に、他のチームにも、トレンドとして取り入れられ、メディアによって、アラバロールと名付けられた。2014から15年シーズンは、 フォーバックだけではなく、スリーバックも導入され、スリーバックの左でも起用されるようになった。2015年1月、3年連続で UEFA のベスト11に選出された。2016年8月、2019から20シーズン、DFB ポカール決勝のレバー空前戦で、先制ゴールを決め優勝に貢献、リーグ優勝、チャンピオンズリーグ優勝と3冠を獲得した。 2021年2月16日、バイエルンとの再契約交渉が不調に終わったことを受け、2020から21シーズン終了後に対談することを表明した。オーストリア代表として2009年10月、フランス代表戦で代表デビューを果たした。オーストリア代表での最年少デビューとなった。2012年10月16日の W 杯予選。 カザフスタン戦で代表初得点を挙げた、オーストリア代表でのあらば、ありがとうございます。